しまつけ。栃木県スポーツ厚労省、楢崎智亜様。まあ、クライミングが今年オリンピックに決まったことで、まあ、すごい周りの反応だったりとか環境もすごい変わってきて、少しでも多くの人に知ってもらったなと思います。影響受けたんだ。そうです。僕は完全に期待します。お母さん、こんな素晴らしい息子したいと思います。バランスが良くて、バランスが良くて、少しやすいですけど、本当に嬉しいです。今までは全然そうやってもらえるような。